人の髪の色。人の髪の色では、人における頭髪の色について記述する。人の髪の色は、ユーメラニンとフェオメラニンと呼ばれる化学物質による着色の結果により決まる。毛髪をはじめとする人の体毛には、白色、泡褐色、赤褐色、黒色など実に多様な色がある。体毛にユーメラニンが多いとその色は濃く。 テオメラニンが多いと赤みを帯びた色になる。毛髪の色が淡い人種では、人によっては、成長につれ毛髪が次第に濃い色へ変化することも、ある。毛髪の色は、地域や民族によって様々な違いがある。黒髪は、モンゴロイド、ネグロイド、オーストラロイド、コーカソイド、いわゆる四大人種に共通に見ることができる。クリネ赤毛などのヒ色の毛髪は、オーストラロイド。 コーカソイドなどで見ることができる。また、クリゲはモンゴロイドにも見られ、金髪、赤毛はオーストラロイドにも見ることができる。同じ民族の間でも、毛髪の色には明確な個人差がある。また、先発により、髪を自然には見られない色にすることも可能である。毛髪の色はメラニンによるものである。メラニンには、黒茶褐色のユーメラニン、新生メラニンと、 赤葛色黄色のフェオメラニンの2種類がある。色の濃淡は、ユーメラニンにより決定され、黄色味、赤味は、フェオメラニンに左右される。つまり、ユーメラニンが多ければ、毛髪の色は黒色に近づき、フェオメラニンが多ければ、暖色に近づく。フェオメラニンは、赤葛色の色素であるが、濃度が低いと、黄色や、増下色を呈する。つまり、毛髪の黄色味。 赤みは同一の色素によるものである。ほとんどの人々はこれらの2種類の色素を混合して持っている。フェオメラニンは、ユーメラニンよりも化学的に安定しており、毛髪が酸化された場合には、ユーメラニンから先に破壊されていく。エジプトのミイラが赤い髪を持っているのは、ミイラの頭髪のユーメラニンが失われてしまったにも、かかわらず、フェオメラニンがまだ存在しているためである。また、 髪の脱色、ブリーチ剤を行った時に濃い色の髪が脱色に連れて赤色に変化していくのもこの理由による。髪の脱色の際にユーメラニンは急速に破壊されてしまうが、フェオメラニンは比較的ゆっくりと破壊される。フェオメラニンが破壊されると髪はオレンジ色になり次第に黄色へと近づいていく。年を取るにつれて人間の毛髪は 自然に変色していき、通常は生まれつきの色から灰色へ、そして白色に変化していく。40%以上のアメリカ人は40歳の誕生日を迎える頃には多くの白髪を持つようになる。しかし白髪は10代や20代、場合によっては幼児期にさえ現れることもある。ある人物が白髪になり始める時期の決定は 歳をとってからにせよ、早期からのものにせよ、ほとんどは遺伝に基づくものであるとみなされている。字には遺伝的な理由によって生まれながらの白髪を持つ人々もいる。しかし、白髪は年配のものというイメージは強くあり、白髪という単語そのものが老人の代名詞となることもある。例として、中国には白頭回廊という表現があり、これは 白髪になるまで共にいるという意味で、結婚式などで、新郎新婦に対してよく使われる表現である。そのため若く見られたい人の多くが、自分の白髪の量を少なく見せるために先発量を使っている。加齢による髪の色の変化は、毛根でメラニンの生産が中止された後も、色素なしで新しい髪が伸びることで、髪の色素が緩やかに減少していくために起こる。 b c l にトミット風の二つの遺伝子が白髪の発生の過程に関係していると考えられている。毛脳の基部にある幹細胞が毛髪や肌の色素の生産と補助を行う細胞であるメラノサイトの発生を受け持っている。メラノサイトを生み出す幹細胞の死により毛髪は白髪に変化し始める。 毛髪の酸性には毛髪そのものの幹細胞とメラニンを供給している幹細胞が関与しており、その両方が存在して初めて黒くなる。メラニン酸性の幹細胞は増血幹細胞ニッチに存在しているが、ストレスがかかったり、加齢によりニッチから移動してしまう。この幹細胞は増血幹細胞ニッチでしか存在できないために死んでしまい、その結果メラニンが作られなくなり、 毛髪は一生白髪のままとなる。いかなる特殊な食品やビタミンやプロテインなどの栄養サプリメントも白髪の発生を防いだり遅らせるための有効な手段とはなり得ないにもかかわらず多くの白髪を防ぐための商品が長年にわたり販売されている。しかしながらこの状況は将来変化するかもしれない。白血病患者の治療を行っている。 フランス人科学者たちによって予期しない副作用を持つ抗がん剤が発見された。これらの抗がん剤を投与された幾人かの患者は進行中の白髪頭からの回復を示した。1996年の BMJ 誌において J.G. モーズリー主導の研究により喫煙が早期の白髪の原因となる可能性があることが指摘された。この研究で喫煙者は ヒ喫煙者と比べて4倍の確率で若年期に白髪が発生することが発見された。ミイラや土葬された死体の毛髪は長い時間をかけて変色していくことがある。毛髪には黒褐色のユーメラニンと赤大色のフェオメラニンが含まれている。フェオメラニンはユーメラニンよりもはるかに安定しており、毛髪に含まれるフェオメラニンは 有名ラニンよりも長期間保存される。毛髪の色は状況によってより急速に変化する。湿気の多い酸素の不足した状況、木材や湿喰の棺による埋葬などよりも乾燥した酸化されやすい状況、砂や氷による埋葬などのもでは毛髪の変化は比較的緩やかである。古くから病気で髪色が変わることは知られており、聖書のレビキ、 第13章には、種物や傷の箇所の毛を確認し、白や黄色の変色がある場合は伝染性の病気、ザラートの証拠とする気がいくつもある。第37節では逆に患部の毛が黒く戻れば、治癒と判断する記述もある。先天性白皮症の人の毛髪は、銀髪内し金髪である。これは、メラニンの生合成を司る遺伝子の欠損により、全身に、 メラニンの欠乏が起こるためである。尋常性白反症は自己免疫疾患の結果により引き起こされることがある。毛髪や皮膚の色の部分的な欠落である。また、栄養失調は髪の色を薄く、髪質を細く脆いものにすることが知られている。このメラニンの生産の不足により、濃い色の髪が赤毛や金髪になることがある。 この症状は適切な栄養により回復する。ウェルナー症候群や悪性貧血も早期の白発の原因となることがある。慢性胃腸疾患、マラリア、甲状腺疾患、脳下垂体機能低下症、円形脱毛症などの病気に罹患していると、急激に白発が増えたり、一部分に集中して白発が発生することがある。最近の研究によれば、 白髪の髪に白髪でない眉を持つ50から70歳代の人々は髪、眉ともに白髪である人々と比べて成人性糖尿病を持つ人々との相関関係を持っていることが示された。電子ビームによる脱毛や化学療法によって引き起こされた炎症過程の後に白髪が一時的に濃い色の体毛に戻ることがある。 人間の白髪の発生に関わる生理学は未だ不明確な部分が数多く残されている。古くから恐怖や強いストレスによって白髪化したという表現が見られ、10世紀中頃成立の土佐日記には海賊報いせむというなることを思う上に、海のまた恐ろしければ頭もみなしらけぬ海賊の恐怖から白髪となったとあり、13世紀成立の 実金章には、藤原武志功が11世紀の事件、強いストレスをきっかけに一にして白髪化したことが記述されている。また、小説の題材として白髪期がある。これらの記述は、近年の研究により、誇張法による表現であることが証明されつつある。髪の毛の色は生え変わるまで変わらないため、 全ての髪の色が白髪に生え変わるまでどんなに早くも3年程度かかる。ただし、毛髪のサイクルによってはあっという間に白髪だらけになったように見える可能性は否定しきれない。少なくとも2つの遺伝子体が人間の毛髪の色の決定に関わっている。1体は栗毛と金髪の決定に関わる遺伝子体であり、有性遺伝である栗毛と 劣勢遺伝である金髪の対立遺伝子が存在する。ある人間が栗毛の遺伝子を持った場合には、その人間は栗毛を持つ。持っていなければ金髪となる。また、これによりともに栗毛の両親から金髪の子供が生まれる理由が説明可能である。もう一体の遺伝子体は赤毛であるか赤毛でないかの決定に関わる遺伝子体であり、有性遺伝である赤毛でない神の フェオメラニンの生産を抑制する遺伝子と劣性遺伝である赤毛の対立遺伝子が存在する。これらの二つの遺伝子体が髪の色の決定に関わっていることにより、赤毛の遺伝子体を持つ人間は赤毛を持つことになるが、一つ目の遺伝子体からクリゲか金髪のどちらが与えられるかによって赤葛色の髪を持つか、あるいは明るいオレンジ色の赤毛になるかが決定する。 金髪のためと赤毛のための劣性遺伝子は一部の人種で発見することができる。また、一般に濃い色の肌の人種と関連している黒い髪の遺伝子もある。しかしながら、この二つの遺伝子体によるモデルでは、栗毛や金髪、赤毛の中にも多様な色合い、例えば、プラチナブロンドとダークブロンドが存在する理由や、 また、ある金髪を持つ子供が成長するにつれて、栗毛に変わることがあるのに、別の金髪の子供は成長後も金髪である理由を説明できない。ある研究によれば、蓄積することにより、効果を持つ淡い色の髪と濃い色の髪を決定するいくつかの遺伝子体が存在している。これに従えば、これらの優勢遺伝子が多ければ多いほど、毛髪の色は濃い色を示すようになる。 天然に見られる髪の色には、基本として金髪、赤毛、栗毛、黒髪があり、問題となる人物の出身である民族に由来する。髪の色は、基本的に肌の色や瞳の色、場合によっては病気とも関連しており、皮膚癌や白皮症の患者は、金髪や赤毛を持つことがある。黒髪は、東アジア、アフリカ、南アジア、アメリカ先住民、中東、 地中海沿岸、太平洋諸島出身のほとんどの民族で主に見られる髪の色であるが、あらゆる地域の民族で黒髪は発現する可能性がある。黒髪には大量のユーメラニンが含まれており、毛髪の太さや髪の量、遺伝的性質において、クリゲとほぼ同様であるが、個人や民族に依存する髪質の違いがあり、完全な黒色か極めて濃い色をしている。例えば、 ほとんどの東アジアの人々は直毛の黒髪を持つ一方で、アフリカの人々は非常に縮れた極毛の黒髪を持つ。クリゲはあらゆる地域で見られ、多くの場合は地中海沿岸や中東、さらにはスカンジナビア出身の民族においてすら最もありふれた髪の色である。クリゲと金髪は共通の遺伝子に基づいている。クリゲは黒髪ほどには一般的ではない。 フランス語で、クリゲの若い女性は、ブルネットと表現される。英語ではこの用語は黒髪に対しても用いられる。クリゲは、あらゆる種類の瞳や、皮膚の色と同時に現れる、可能性がある。クリゲは、金髪よりも多くのユーメラニンを含んでいるが、黒髪の遺伝子と違ってフェオメラニンも含んでいる。クリゲの人々は中程度の太さの毛髪を持ち、平均して十万本の毛髪を持っている。 金髪、ブロンドは人間には比較的に稀にしか見られない髪色で全人口のうちで1.7%から2%しか見られない。基本的に金髪は飛び色などの明るい瞳の色やピンクベースのしばしばそばかすのある肌と関連している。しかしながらオーストラリアのアボリジニのような浅黒い肌を持つ人々の間に一般的に現れることもある。 金髪の種類は、プラチナブロンド、トゥーヘアードから暗い色のダークブロンドにまで及ぶ。ストロベリーブロンドは、金髪と赤毛の混じった、珍しい髪の色である。金髪は劣勢イーデンである。金髪は、ユーメラニンよりもフェオメラニンを多く含んでいるが、赤毛ほど多くはない。天然の金髪は、最も細いが、他の色の髪より毛数が、比較的多く。 金髪の人は平均して14万本の毛髪を持っている。子供の頃は金髪であるが、年を取るに従って色が濃くなり、成人する頃には茶や黒に変わる人も多い。フランス語で金髪を意味する、フランス、テーテブロンドという単語は、子供という意味を含んでいる。赤毛、赤髪は、全世界的に最も珍しい色の髪であり、スコットランドやアイルランドで、 比較的多く見られる。アメリカ合衆国では人口の2%が赤毛である。赤毛の色は鮮やかなイチゴ色から深い赤褐色やワイン色にまで及び主に白人の間で見られる。赤毛は遺伝子 MC1R の突然変異によって引き起こされる劣勢遺伝であると考えられている。基本的に赤毛は明るい瞳の色と色白の肌と関連している。 赤毛は最も多量のフェオメラニンと最も少量のユーメラニンを含んでいる。天然の赤毛は最も太い毛髪と最も少量の毛髪を持っており、その数は平均して9万本である。赤毛の人を指す英語に、ジンジャー、銀河、ジンジャーという呼び方があるが、これは差別的な意味合いを含んだ悪い言葉である。古くからイギリス人の間には、 赤毛の人に対する偏見があった。12世紀に成立したアルフレッドの信言には暴言か泥棒などと並べて赤毛の人を避けよという教えが書かれている。シャーロック・ホームズが活躍するコナンドイルの推理小説赤毛組合の設定も赤毛に対する偏見を知らなければ理解できない。イギリスほどではないがイギリス文化の影響を受けたアメリカやカナダでは 赤毛のアンの赤毛の主人公の扱いに見られるように赤毛に対する偏見が残っていたようである。19世紀末期のフランスを舞台にした児童文学人参でも主人公の少年は赤毛上に人参と呼ばれ不当な使いを受けている設定である。現在では赤い髪は英語ではレディッシュ、レディッシュ、赤みがかったと呼ばれる。21世紀の時代でも偏見は残っており、 赤毛を出しにしたジョークにより傷つく人も多い。オランダのブレダでは2014年から毎年開催される赤毛の日と呼ばれる赤毛の参加者たち集まるフェスティバルがあり、世界中の赤毛の人たちがこの地のフェスティバルに訪れて赤毛の参加者人数が年々増加傾向に増えつつある。この手の催しはフランスなどでも行われている。銀髪もしくは白髪は灰。 白色の色素に起因するものではなく、色素とメラニンの欠落によって生じる。白髪は、光の反射の具合によって出現し、銀髪は単に老化によっても生じる。10代など、非常に若い頃に、白髪、銀髪となる人も存在する。アルビノの子供は生まれつき白髪、銀髪を持つこともある。また、甲状腺機能障害やワールデンブルグ症候群。 ビタミン B12 欠乏症によって銀髪となる場合もある。人生のある時点から毛根にある細胞は色素を作ることをやめ、髪が白くなり始める。コーカソイドは30代半ば、モンゴロイドは30代後半、ネグロイドは40代後半から髪が白くなり始める。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。